泊まり込みなので、何か必要なものがあれば、こちらの無駄を鳴らせば来てくれますから。どこ行くんです？どこが希望通り、十分な太陽光はどこだ、くつろぎの空間は、時間を意識しないで執筆に集中できる理想的な部屋ってのはここのことですか。失礼します。夢の先生、ユニットバスだなんて聞いてない。便座に腰掛けてシャワーなんか浴びれるか。便座にゆっくり仰ってないで。早く早く早く。非常灯つきましたね。皆さん少し落ち着きませんか。